都立高校教師が内心の自由教育の自由を守るために戦った記録どうも本を読んだら最高の景色福沢です突然ですが内心の自由という言葉を知っていますかこれは全ての人が持つ基本的人権の一つで自らの思想の自由が国家によって侵害されないことを指します日本国憲法第十九条には思想及び良心の自由はこれを犯してはならないとあり憲法で守られている自由なんですねこの自由は子どもたちにも保障されているものです 日本国憲法第12条にはこの憲法が国民に保障する自由および権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないと書かれています自由が守られてきたのはこうした憲法や法律がありその上で内心の自由を訴え続けてきた先生方がいたからなのです今回は都立高校の行事の国家斉唱に関する裁判から教育における民主主義を訴えた一冊をご紹介します立川周援長不規律教師教育を語る君たちがいる限り民主主義は死なないです 著者の立川先生は1970年から2006年まで都立高校に勤務されていた方です。この動画では都立高校の自由のために戦ったある記録をご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。 2003年10月23日の都教委通達通称1023通達は都立学校で働く一万数千人の教職員に衝撃をもたらしましたそれは学校行事の国家清掃に関するもので入学式卒業式等における国旗掲揚および国家清掃に関する実施指針は合計12項目の細部にわたるものでした一部を紹介します国旗は式典会場の舞台壇上正面に掲揚する国家清掃にあたっては式典の司会者が国家清掃と発生し規律を促す 教職員は会場の指定された席で国旗に向かって起立し国家を斉唱する国家斉唱はピアノ伴奏等により行う入学式卒業式等における式典会場は児童生徒が正面を向いて着席するように設営するこれだけでも厳しいものですがさらに教職員の名前を書いた座席表が事前に配られ監視役の6名の指導主事の座席が教職員席のそばに決められました先生は通達後の職員会議で 記念式典の前に司会者が内心の自由についてを話すことが絶対に必要であると管理職に要請します通達前の都立高校では国家斉唱の際に起立するか歌うかどうかは生徒の自由に委ねられていますと生徒に説明するなど国家斉唱が強制にわたらないよう工夫がされていたのですしかし式の前にそのようなことを話すのは間違っていると都教委から校長が指導されていると分かれました教職員の中でも歴史的な背景に対する見方やそれぞれの思いから日の丸君がえの教養に疑問を抱いている人は何人もいました そううしししたた現状を無視てて国家が強制されようとしていたのです。こうした中で12月に東京都立杉並高等学校創立50周年定時制40周年記念式典が行われましたそこで先生は国家斉唱時に不規律をしますその時の先生の思いがこのように書かれています私は憲法教育基本法や子どもの権利条約に違反するこんな職務命令に100%の教職員が従ってしまったら都立高校は一体どうなってしまうだろうかという危機意識から 起立で行くしかないと決意した先生は後に開国処分を受け国家政省義務不存在確認等請求訴訟通称予防訴訟の原告となりました予防訴訟とは1023通達の違憲違法性を正面から問う訴訟です提訴は2004年1月30日で原告は228名原告はその後増えて2005年4月の第4次提訴までで合計401名になり全て併合されて審理されましたまた起立する人もしない人も共に戦える裁判でした 先生は原告の一人としてさまざまな場面で意見陳述をし都立高校の教育がいかに自由なものであったかを訴えましたここで先生による2005年5月23日の人事委員会での意見陳述の一部をご紹介します私はこれまでの教員生活でとりわけ公民化の授業で世の中にはいろいろな矛盾がありさまざまな考え方があるのだということを教えてきました歴史の基本的な事実を教えるとともに45人のグループで反討論をやったり 例えば外国人労働者の受け入れ税か非かなど対立する論題を設けてのディベート自分の主張も自由に書かせる現代社会新聞作りまた2分間スピーチで自由にしゃべらせたりもしてきましたその中で多くの生徒たちが自分とは違う考え方があることを知ってよかったと言ってくれました都立高校には自由があり自主性尊重の伝統があるのも大元は日本国憲法や教育基本法があるからだよということも伝えてきましたまた通達前の自由な雰囲気だった卒業式についても語られています 石神高等学校の卒業式は自由な楽しい行事でしたチャイナドレスやサリーを着てくる生徒がいたり特にお世話になった担任の先生を胴上げしたりすることもありましたみんなで「星になれたら」と送る言葉を歌い退場の時には後に大ヒットした「津波」が流れました卒業対策委員のほとんどは国家斉唱はいらないという意見でした卒業生には前日の予行の時に学年主任が内心の自由について説明し立って歌っても座ったままでいてもお互いに認め合おうよと説明しました その後の杉並高等学校定時制の卒業式においても国家斉唱は強制するものではありませんと話してきましたところが1 0 2 3通達タはこの都立高校の伝統に反する確実的なものを強要しましたこれでは社会の矛盾を考えない若者を作っていくことにならざるを得ない本来であれば国旗や国家をめぐるディスカッションを行ったり内心の自由に関する説明がなされたりするべきだったのですそして2006年9月21日予防訴訟は東京地裁難波判決が下されました 判決の一部をご紹介します。上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国家を斉唱する義務のないことを確認する。国家を斉唱しないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。判決を聞いた人々からは拍手が巻き起こります。先生は原告席で席が近かった弁護士さんと握手を交わしました。 無謀訴訟とも言われていた予防訴訟は今や先生たちの中で希望訴訟だと言われるようになったのです現在も校長の職務命令は毎年出されており日の丸君が代に関する裁判は進行しています2019年には ILO ユネスコの専門委員会から日本政府に対して日の丸君が代の強制や処分を見直すよう勧告が出されましたこの裁判を考える上で大切なのは日の丸君が代だけに目を向けるのではなく生徒や教職員の内心の自由や教育の自由を意識することが重要ではないでしょうか さて、これで今回の動画は終了です。もっと知りたいと思った方は、概要欄より Amazon に飛んで読んでみてください。Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。コメント欄から感想もお待ちしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。